ばんは。エスプレッソと申します。しばらくの間、歌なしなんですけどね、インストっていうピアノとパーカッションの音楽をお聴きください。で、今日のテーマは、春ということで、ね、春にまつわる曲をいっぱいご用意しましたので、お気になっていただければ幸いです。これですね、彼女が作ったんですよ、これ。ということで、パッとめくってください。春よ来い。Thank you.
ありがとうございます。1曲目、松任谷由実さんの春より恋という曲をやらさせていただきました。もう来ちゃってるんですけどねとっくに来てるんですが、一応ね、新春、ね、ちょっと春は都会より遅い春を迎えるようになりますので、これからがね、春を楽しむ時期かなと思います。続きましてはですね、皆さんご存知ですかね、総集部という曲をやらさせていただきます。日本がね誇る名曲ですよね。お聴きください。ちょっとね、我々エスプレッソなんですけども、まあ、パーカッションとピアノでやるんですが、やっぱり普通の曲とはちょっとアレンジって言いますかね、ちょっと曲調が違います。ちょっとその辺も楽しみながらお聴きください。総集部。ありがとうございます。ちょっとね、壮大な総集譜になりましたけども、春を少しでも感じていただければなと思います。さらに春の曲は続きます。次はですね、久石譲さんっていう方ご存知ですかね。もののけ姫とか、もうめくっちゃいましたけどね、何ですかね、ジブリの作品とかトトロとかですね、いろいろ作ってる久石譲さんが作ったスプリングという曲をやらさせていただきます。
有名なのはね、サマーとか、あの映画音楽で作られてるやつなんですけど、これは久石譲さん、スプリングということで春を本当にちなんで映画とか関係ない日に作った曲みたいです。スプリングお送りします。スプリングやらさせていただきました。素敵な曲ですよね。本当にあの次の曲もですね、なんつうんだろうな、今の曲の雰囲気ですよね。スプリングファーってなんかたなびくような桜の匂いがするかなと思うんですけど、ちょっと次はね、早いです。早い、強風といいますかね、春風、春風ってちょっと強いじゃないですかね。そんな感じの曲をちょっとやらさせてもらいます。春はやてという曲なんですけどね、ご存知ですかね。多分知らないと思いますね。なんて言うんだろう、ジャズの、HZ トリオっていうトリオがあるんですけども、その方たちがやってる曲なんですけどね、ちょっとお聴きください。春はやて。Thank you.
ありがとうございます、春はやてという曲になります、もうそれこそもうあったかい春がもう来てるかなっていう感じなんですけども、途中ですよね、ちょっとメンバーを紹介したいなと思います。ご起立ください、ピアノ、そこに書いてありますけどね長持彩香さんです。とにかくね、何ですって私ですね、私藤本と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。彼女はここら辺ではちょっとしたね、有名なピアニストでございまして安曇野といえば長持さん、長持さんといえばもう安曇野っていう感じで、そこら辺の、ね、カフェとか、ちょっと演奏しておりますので、もう見かけたらね、この間宮間荘にいましたよとか言ってくれれば結構ですね。あ、そうですね、わかりました。ということで、次なんですけどね、ちょっと横文字です、日本人が作ったんですけどね、まだ私もね、はっきり読めません、何でしたっけ、ノーザンアイランドブリーズっていう、北国の風という曲なんですけどね、ご存知ですか、 T スクエアの泉弘隆さん、ピアニストのね、泉弘隆さんが作ったっていう曲なんですけど、北の国の、ね、北国がやっとあったかい春が迎えられるってことで、その前に春一番ってありますよね、その春一番、あったかい風が吹くこと、ノーザンアイランドブリーズ、嵐ですね、それをちなんだ曲になりますけども、すごく素敵な曲です、お聴きください、ノーザンアイランドブリーズ。Thank you.
ありがとうございました。ノーザンアイランドブリーズということで、やってて結構難しい曲ですね、これね。本当にね、頑張ったなと自分でも思いますということで、ありがとうございます、拍手で。ありがとうございます。打って変わって、これ春の花ですかね、どうなんですかね、もうちょっと後ということでね、もうめくっちゃいましたけど、花水木って誰か知ってますかね、花水木いつの花かなっつっても分かりませんかね。私の中では5月春だよね。そうだよね。だからちょっと4月ずっと来てたんだけど、ちょっと5月まで行っちゃいますけど、ちょっとお聞きください。皆さんの知ってる、よく知ってる曲です、花水木。
ありがとうございました、花水木をお送りしました。ちょっとね、ジャズっぽく、演奏させてもらいました、こういう曲ばっかり我々やってるんですよね。だから普通に歌謡曲、これから何曲か歌謡曲も出てくるんですけど、何曲、一番最後にアンコールあるんですけどね、そこは歌謡曲出てくるんですけど、それは普通か、普通ですね、普通の歌謡曲出てきますんで、ご期待ください。今のうちから言ってきますけど、あと4曲あります。4曲ですね。4曲っていうのは1曲はアンコール入ってますんで、分かりますかね、言ってる意味分かりますかね。3曲やって皆さんの拍手があると我々すごく泣いて喜びますということで、ね、アンコールありますんでね、ぜひ、聴いていただければなと思いますけど、次の曲はですね、これも春の曲です。桜って曲ですね。そうですね、演歌でもありましたね、桜っつって。はい、ということでね、桜の曲をやらさせてもらいますんで、お願いします。ちょっと違いますんでね。Thank you.
ありがとうございます、桜桜お送りしました。途中で別の曲になったって気づきましたかね。森山直太朗さんの、桜独唱という曲を入れさせていただきました、なかなかね、聞いてる聞いてるね。なかなか難しい曲なんです。さて次なんですけど、ちょっと立ち上がりますね。この曲ご存知ですかね。見えます？信濃の国って曲なんですけど、これ知ってますかね。長野県歌なんですけど、知ってる人って人、ありがとうございます。あ、一番後ろで誰かあげましたけど、やっぱりね、ご旅行で来られる方、信濃の国ってあんま知らないと思うんですけど、ね、すごくね、元気の出る長野県歌がありまして、それが信濃の国で、ここにもね、ちゃんと貼ってあるんですけど、毎回ちょっと我々ね、やらさせてもらっています、かなりポップなね、信濃の国なんですけど、皆さん覚えて行っていただけるとすごく嬉しいです、それでは信濃の国。本当にね、これが本当信濃の国じゃございませんかことよって言ったら変なんですけど、ちゃんと YouTube かなんかでね、調べていただけると長野県か信濃の国っていうのが出てきますんで、我々ね、ちょっとね、アレンジをちょっと入れまして、ちょっと楽しく、ね、これ結構ね、小学生とか受けるんですよね。ですので、ちょっとアレンジしてみましたんでね、よろしくお願いします。続きまして、これもね、これは
あ、そう、皆さん、この曲が最後の曲です。ただ、さっき言いました通り、ね、アンコールございますんで、皆さんちょっとね、ちょっと練習しますかね。じゃあ、最後、ジャーンって終わりました、ふるさと。お、あ、次の曲終わりました。どうします？ありがとうございます。そうです、それいきます。盛大な拍手を、ね、いただけるとすごく嬉しいです。ね、ね、仕込みがいるって言うんですよね。ありがとうございます。ということでね、次の曲ね、ふるさとっていう曲で、これね、宮間荘、ね、いろんな方がね、出場じゃないか、出演です、ごめんなさい、オリンピックじゃないですもんね、出演されるんですけど、それで皆さんがやられる曲だそうでして、ふるさと、ね、本当に皆さんが知ってる曲でございます、やらさせていただきますんで、お聴きください。いいですかね。この曲が終わったら、ね、ありがとうございます。ありがとう、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんなに嬉しいことないです ね、 本当に ね、 ね、聞いてる、はい、聞いてます。ありがとうございます。ということで、短い時間でしたけどね、次が本当にラストの曲になります。皆さんに、ね、またお会いしたいです、ね、また宮間荘にお越しの際はですね、エスプレッソにお声かけていただけると、俺らに声かけてもあれか、そうですね、我々が出るとき、月に2回は出ておりますので、ぜひ来ていただければと思います。毎回違う曲やりますので、ね、お願いします。じゃあちょっとアンコールの前にですね、メンバー紹介改めて、
長渕彩香さん、うん、で私藤本大輔と申します。ありがとうございました。ということで次の曲はですね、皆様に会いたいということで、また会う日までということでね、やらさせていただきます。今までの曲が何だっていう話なんですけども、春も、ね、夏も秋も冬もございません、また会う日までね、尾崎清彦さんの曲で、締めたいと思います。よろしくお願いします。